校舎神戸中華道文学校は、兵庫県神戸市中央区北野町、山本通の西、諏訪山山麓付近に位置する日本の中華学校である。学校教育法上は、学校法人神戸中華道文学校の設置する各種学校。中華道文学校は中華人民共和国系の学校だが、教育面では思想教育がなく、政治的には重要であるとされる。 同校は、歌教指定のために1899年に、神戸歌教道文学校として創立され、翌年の1900年に校舎が完成した。同校では、新朝から日本に亡命中であった、清の政治家、両慶長が、神戸で歌教に、の言葉と文化を歌教指定に伝えていく必要性があるととき、歌教学校建設を促した年である1899年を、 同校は創立年としている。1900年に神戸歌京道文学校が開校していたが、新潮政府から目をつけられるのを恐れていたため、歌京の中で同校の校長になる者がいなかった。そのため、神戸歌京から信頼の扱った日本の政治家、犬飼武氏が名誉校長を務めた。同校は後に神戸に点在していた歌京学校と合併を繰り返し、 1939年に、現在の神戸中華道文学校として統一された。神戸大空襲では校舎を消失したため、1946年、当時の神戸市長、中井和夫と神戸市による協力で、神戸市立大開小学校を借りて、授業を復活させた。1959年に新校舎が落成し、同年7月、学校法人資格を取得した。 1900年創立当時同文学校は、小1から中3まで中国語を教え、社会、英語、算数、図工など日本語科の授業以外すべて中国語で行う。小学部で使用されている教科書などはすべて中国語で明記されている独自のものを採用している。高校受験を控えている中学部は日本が発行している教科書を採用し、 テストなども日本語で行っているが、授業は中国語で行われている。また、中国語以外にも、中国の文化、歴史、地理なども教えているため、他の公立学校よりも、総合的に勉強時間が多く、土曜日も授業が行われている。神戸中華道文学校に、家教指定のみならず、中国、台湾、日本、韓国、朝鮮、アメリカ、カナダ、イギリス、 ポルトガル、インド、シンガポール、ベトナムなど12カ国の国籍を持つ生徒が通っている。教師も中国や台湾だけではなく、日本やカナダなどの国籍を持つ教師が在籍している。最近では日本人の入学希望者が増加している。しかし、家教教育を重要視しているため、日本人が定員を超えると入学試験を行っている。なお、 同校の43%は卒業生の指定が通っている。同校は小中一貫教育で各学年に2クラスあり630名の生徒が在籍している。また、同文学校は2001年から小学5.6年生を対象に英会話の授業を設置するなど中国語以外にも力を入れている。二千五年からは小学四年生も英会話授業の対象となった。 1949年に中華人民共和国が中国大陸で成立した後、それまで大陸を統治していた中華民国、南京国民政府は台湾で台湾国民政府に再編成され、中国は大陸と台湾に分裂する。それにより、横浜の中華学校では大陸派と台湾派に分かれた。しかし、神戸中華道文学校は大陸よりで押し切り、 分裂は免れた。その後も政治教育が少ないため台湾人指定も通い続けている。1960年代後半から1970年代後半まで中国大陸で毛沢東が指揮したプロレタリア文化大革命でも毛沢東語録が生徒たちに配布されなかった。そのため中国では名指しで同行の校長が批判された。ただし、 共産主義賛美の教育は実行されており、その当時の教科書その他教育過程にも片鱗は見られる。文革終了後は、大陸の政府関係者などが同校を訪問したりするなど交流を深めている。なお、中華人民共和国政府でも同校の卒業生が活躍している。神戸中華道文学校は大陸寄りなので、台湾政府との交流はないが、 1972年の日中国交正常化まで、同光では中華民国の国旗である青天白日満地公旗が掲げられていた。現在は学校行事などの際は中国の五星公旗が掲げられている。1959年に同光の新校舎を建設する際、社会主義教育を恐れた当時の台湾政府が中華民国総領事館などを通して様々な 公害を行ったため、新校舎建設は難航し、当初、同校ではプール施設を設ける予定であったが、中止された。また、同校の中国地理では、台湾を中国の一部として教えているが、生徒の思想は尊重しており、台湾人指定も同校に数多く在籍している。本校には、日本人の入学希望者もいるが、本校はあくまでも、華僑教育を、 重要視しているため、科教指定や卒業生指定が優先的に入学でき、日本人指定は入学予定人数を超えると、募集されなかったり、募集されても入学試験が実施されるため、非常に狭き門となっている。同校は、学校教育法上、各種学校扱いであるため、資金面に難があり、大規模な校舎の増改築などをすることができない。これが、 入学志願者が増加しても入学定員を増やせない原因の一つとされる。なお、卒業生の進学に関しては、かつては不利になることもあったが、現在は改善されており、兵庫県や大阪府の高等学校に進学する場合は、普通中学校卒業と同じように問題なく進学できる。また、全国中学校体育連盟にも加盟し、運動部は、 兵庫県大会に出場している。同校卒業生は卒業生は神戸中華同文学校交友会を組織しており、卒業後も同校との結びつきが強い。かつては教師への近況報告のため母校を訪ねる卒業生も多かったが、近年は防犯が強化されたため、あまり外部に開かれなくなった。同校の卒業生の中には、教師を目指し、本校に戻ってくる者も,も多い。 校長をはじめ、同校の教職員の大多数も OBOG である。1945年6月5日の神戸大空襲で、同校の校舎は消失。戦後、神戸市立大開小学校の校舎を神戸市から借り、戦争で破損した部分を修理しながら、授業を再開した。しかし、徐々に神戸市の子ども人口が増加し、同校和校の返還を迫られ、 神戸中華道文学校振興者建設計画が持ち上がった。1958年より、同校生徒をはじめ、在新家教が、有世に出せん、有力出力の号令とともに、振興者建設への募金が進んだ。1959年9月に振興者が落成し、現在も部分的に改修を進めながら、半世紀近く校舎を使い続けている。 郵便番号650-0004兵庫県、神戸市中央区中山手通り6丁目9番1号、ノットアベ a ラブルオンライン。ありがとうございます。